国防担当閣外大臣は、英国の国防と安全保障の調整を担った職である。1940年設置、1964年廃止。同職は閣僚級の職であり、一般に三軍閣省の大臣の上級職とされたが、一部の三軍大臣は閣内にあり続けた。第二次世界大戦勃発に先立ち、英国軍の兵力不足が懸念された。 この結果、1936年に、スタンリー・ボールドウィン首相によって、国防調整担当大臣の職が設置された。同職は、ボールドウィンの公認のネビル・チェンバレンによって1940年4月に廃止された。1940年5月に首相に任命された、ウィンストン・チャーチルは、国防担当格外大臣職を新設して自ら、大臣に就任した。同職は、 第二次世界大戦の遂行を担当する大臣が一人もいないとの批判に対応するために設置された。1946年、同職ア軍を代表する唯一の閣僚級の役職となり、三軍の大臣は正式に国防担当閣外大臣に従属することになった。1964年、統合された国防省が創設され、三軍の各省は廃止された。 これに伴い国防大臣が新設された。国防担当閣外大臣職は1964年に廃止され、代わって国防大臣職が新設された。ありがとうございます。